あっちも止めないと。うわー、いっぱい壊れてる。面白いでしょ。後でロムちゃんと3人で探検しましょう。リーサちゃん、そんなところに登ったら危ないですわよ。なんかさ、うわ、ついにプルルンにまで言われちゃったね。いやいや、でもこっから。ちょっとレイ、ぼーっとしてんじゃないわよ。仕事はいくらでもあるんだからね。すみません、その攻撃が止んだものですから。だからって油断はできないでしょ。いえ、しばらくは来ないと思います。え、それは分かってしまったというか。すみません、私ちょっと行ってきます。あ、レイ。なんでやめちまうんだよ。だって疲れたし。休憩よ休憩。嘘つけ。うるさいわね。だからハエムシじゃね。だってもう必要ないじゃない。全員こっちに来てるんでしょ。あ、もう来てんのか。思ったより早かったな。あいつらを全員ぶっ潰してやれ。こんな。そりゃそうかもしれん。はぁ、やめろバカ。女神なんて、ま、あいつらは。へえ、これがメニュー画面なんだ。カラフルで、可愛いかも。こちらが有利です。もうちょっと待って。どうして私は。行きます。私にもできました。もう終わりです。私たちレベルアップに。からしか聞いてないわ。それほぼ最初からじゃないのよ。あなたね、私と同じ姿で恥ずかしいことしてるんじゃないわよ。別に私の勝手でしょ。私と同じ姿の人に言われる筋合いは。え、ちょっと、このノワール
ールはあっちのノワールで、同じノワールじゃ分かりづらいね。ノワール2000とかにしとく。ずいぶん久しぶりに聞いた気がするけど。それは絶対にやめて。何、向こうから連れてきちゃったの？他にもゾロゾロいるけど、みんなそうなの？ノワール2人で詰め寄ってこないでよ。さすがノワール同士、行動パターンもそっくりですわね。ノワールが2人、どっちがノワール？そんなのもわかんないの？そりゃあもちろん私にも。私はなんとかわかるけど、改めて並んでるのを見るといいな。そっくりさんなんていいものではないわ。自分と同じ人間を3人見たら死ぬとも言われて。ノワール死んじゃうの？お姉ちゃんもベールさんも。大丈夫だよ。2人までならセーフだから。あれ、でも確か偽物のノワールさんとかと戦ったよね。そんなことよりさ、ノワールは一人ぼっちって言うな。好きでいたわけじゃないわよ。だったらほら、これに私が力を注いで人が通れるくらいの穴を維持してるのよ。ベールとブランは先に進んだ。まあ、ではこちらの私と。殊勝な心がけだわ。やりたくてやってるわけじゃないわよ。でもじゃんけんで負けちゃった。あの二人絶対何か仕組んでたのよ。いや、非常にノワールらしい役回りだと思うよ。それどういう意味よ。そうよ、引き捨てならないわ。だから二人で詰め寄んないでってば。なんか今日のお姉ちゃんかっこ悪いかも。どう？ノワールいつもと同じだよ。私以外の前ではそうなの？まあ考えてみたらいいタイミングで来てくれたわね。さあ誰か代わって。それではノワール、引き続きお務めよろしくお願いしますわ。さあみんな行きましょう。早くお姉ちゃんに追いつかないと。ちょっと待ちなさいよ。私もう何時間も一人でここにいるのよ。いい加減変わってくれても。そんなこと言ってもさ、このタイミングでパーティーメンバーの入れ替えなんてあったらユーザーも混乱するしさ。そうでなくてもノワールが二人いたらややこしいし。それはそうかもしれないけど、ねえ、あなたからも何か言ってやって。あなたの分まで私が活躍してくるから。そんな、私にまで見捨てられた。さあそうと決まったら行くよ。ごめんねお姉ちゃん。またねノワール。行ってきます。待って、せめてじゃんけんで。待ちなさいってば。こいつら一体一体の強さはそれほどでもありませんけど、こうも数が多くてはキリがありませんわ。ブラン、このままでは拉致が開きませんわ。どちらかが残って敵を食い止め、もう一人が先に進むというのはいかがかしら。てめえが残ってくれるならありがたくそうさせてもらうけどな。それはできない相談ですわ。私一人で。悔しいけど全く同感だよ、畜生。さあ50までは数えていましたけど。ふう、見たことねえやつが出てきやがったな。ええ、新顔ですわね。まあ見た目がか、なんだこいつ、今までのやつと。私も嫌な予感がしました。おい、近づいてくんぞ。この手のタイプのお相手はあなたの方が向いていますわ。あー、ブランとベール、みっけー。その声、ネプテューヌ。てめえ、やっと帰ってきやがったのか。
すみません、遅くなって。はぁ、お二人の前にいるのってもしかして。うわぁ、やっと私の偽物だ。ズルルト、嬉しそうにしてんじゃないわよ。まさかなか…こいつ、てめえらの知り合いなのか。でしたら、そちらで引き受けていただけませんこと。いいよ、任せて。私はあんまり任されたくないなって思うんだけど。私もだよ。またブルルートさんと戦うことになるなんて。あの様子ですと、こちらの私たちは初めてですのね。ええ、知らない方が。ふふー、私たちはもう変身したブルルートちゃん見てるから知ってるもんね。お姉ちゃんの分まで頑張るわよ、ラムちゃん。それじゃあ、あっちは変身しちゃってるし。こっちもこの姿でお相手してあげなくちゃね。何度見ても慣れないわよね。見てるだけならまだいいよ。うわ、ド S プルルン VS ド S プルルン、ある意味夢の対決だよ。夢は夢でも悪夢かしらね。え、そいつ味方なのか。ネプテューヌ、お前こんなやつと一緒だったのか。ああ、まあ、いろいろと事情があってね。あら、味方じゃない方が良かったかしら。だったらお望みで、ブランちゃんの相手をしてあげるけど。うわ、来んな、こっち来んじゃねえ。あなたのお相手はあちらでしょ。ほら、首を長くしてお待ちですわよ。ああ、そうだったわね。あたしってば、いじめられたらどんな顔するのかしら。すっごく素敵な体験ができそうね。プラネトゥーヌの教祖として負けるわけにはいきません。どうしてあげようかしら。これがいいのかしら。まずはどっかに強くしても平気。私の番ですね。覚悟はよろしいですか。先代の力の一部を解放します。お目汚し失礼しました。光となり消えてください。私の番ね。見せてあげるわ、私の真の力を。障害本部ミッションレベルアップのようです。レベルアップ。どんな見かけ倒しだったの。こんな中途半端で終わったら、私欲求不満になっちゃうわ。私たち、ほとんど見てるだけだったわね。うん、あの二人の間に割って入るのはちょっと。あの、その方、女神なんですの。私が言うのもなんだけどよ、性格に問題ありすぎじゃねえか。はあ、まだこっちのブランちゃんとベールさんがいたわね。お口直しにいただいちゃってもいいかしら。いただくですって。逃げてー、お姉ちゃん逃げてー。お姉ちゃん食べちゃダメ。あー、ほらほら、ブルル、ロムちゃん本気で泣いちゃうからね。ロムとラムいじめちゃダメ。ほら、悪ふざけしてないでさっさと戻りなさい。ああ、私ったらみんなから責められちゃってる。はあ、楽しかった。一瞬本気で食べられるかと。さすがに自分が食べられる姿は見たくありません。向こうでこんなやつを手なずけてたのかよ。